ウィリアム・カルビン・チェースは、アメリカ合衆国のアフリカ系アメリカ人の弁護士、新聞編集長。ワシントン DC 生まれで、ハワード大学に学んだ。放送資格を得ていたほか、1882年から死去するまで、週刊新聞、ワシントン B の編集長であった。チェースは、自由身分であった、アフリカ系アメリカ人の両親のも1854年2月2日に、 ワシントン DC で生まれた。兄弟は5人いた。メリーランド州出身だった父ウィリアム H ・チェイスは熟練した鍛冶屋だったが、1863年に自身の仕事場で射殺された。父が殺される前、チェイスはジョン・カイ・クックの私立学校で学んでいた。父の死後、幼いチェイスはバージニア州生まれの母、ルシン・ダ・シートンに育てられた。学校を辞めさせられたチェイスは、 新聞売りの仕事を始め、ワシントンの様々な新聞社に知られた存在になっていった。11歳で、マサチューセッツ州マスーアンのホリーブラザーで帽子を売る仕事に就き、そこで再び学校教育を受ける機会を得た。その後、ほどなくして、ワシントンに戻り、新聞売りとしての仕事を始めた。公立学校を辞めた後は、ハワード大学モデルスクール B クラスに入り、 ついで、ハワード大学に進学した。エーブラハムリン・カーンが大統領だった時期に、少年であったチェイスは、生涯を通しての共和党員であった。チェイスは、1886年1月28日に、アラベラ・マッケーブと結婚し、二人の間には、息子、ウィリアム・カルビン・ジュニアと、娘ベアトリスが生まれ、後には子供たちも、ワシントン・ビーで働くようになった。 ハワード大学の学生だった当時のチェイスは合衆国政府印刷局で事務職員としても働いていた。この職では2年間働いたが黒人であったため昇進の機会は与えられなかった。彼は退職し合衆国政府印刷局長だったアルモン・エム・クラップを相手に訴訟を起こした。1875年、チェイスはボストン・オブザーバーがミワシントン通信員となったが、 同志は1879年に廃刊した。ついでチェイスはワシントンプレインディーラーが身に勤めた。チェイスは政治絡みの職に就くことを望んでいた。当時連邦保安官だったフレデリック・ダグラスは当初はチェイスを自分の部局で働かせようと考えていた。しかし、クラップがダグラスに連絡を入れ、チェイスの任命を思いとどまらせた。その後、チェイスは ダグラスを攻撃する文章を公表するようになったが、両者は後に和解し、親友となった。ついでチェイスは、チャールズ・ウェオテーが編集に当たっていた、アーガス・神の記者となった。オテーが引退した際、チェイスは編集長とされ、G.W. グラハムが、経営責任者となった。グラハムは氏名を、フリーランスと改めたが、同志は、それまでチェイスが批判の矛先を向けていた集団に、 売却されることとなり、社から追われた。そして、1882年に至り、チェースは、ワシントンビ紙に移った。同志が創刊して間もない初年のうちに、チェースは編集者となり、以降1921年に死去するまで、その座にとどまった。その後もチェースは公職への任命を求めて運動をした。1881年、ダグラスが、 ワシントン DC の夏印象書登録官となると、ワシントン B に入ったばかりであったチェイスは、ついにダグラスに任命されて、その配下の事務職員となった。チェイスは、g w ウィリアムズの著書、h i s の著書、ヒストリー・オブ・ザ・ネグロ・レースを批判する文章を書き、また、ロバート・パービスへの批判も展開したが、これらは、議論を呼ぶものとなった。ワシントン B 紙の編集に加わって間もなく、 1883年から1884年にかけてハワード大学法科大学院の授業に出るようになった。編集業務のため、チェイスは法学の学位を得るところまでは行かなかったが、その後も密かに法学の勉強を続けた。1889年、彼はバージニア州とワシントン DC で放送資格を得て、ワシントン DC で弁護士としての仕事を始めた。 弁護士で新聞編集者という立場は、チェースをワシントンにおける共和党の指導者の一人に押し上げ、彼は1900年共和党全国大会と1912年共和党全国大会にワシントン DC 代表として派遣された。1886年5月29日付のワシントン BE 紙。1882年から1921年まで続いた、 ワシントン B 紙におけるチェースの編集式は非常に優れたものであり、ついには B 紙をこの国で最も影響力の大きいアフリカ系アメリカ人のための新聞に仕立て上げたとされる。しかし、その時期は合衆国におけるアフリカ系アメリカ人の歴史にとって暗黒の時代と重なっていた。南北戦争後、リリーマーたちは数多くの州で政治の実権を握った。 南北戦争中からレコンストラクションの時期に獲得されていた人種の分断を不十分ながら緩和しようとするディセグリゲーションの諸施策の撤回を目的としたリディーマーたちはジムクロ労法的な政策と死刑への公然たる指示を主張した。ビー B コミはこうした流れに真っ向から対抗しようと比較的教育水準の高いワシントン DC のアフリカ系アメリカ人たちのコミュニティに その支持基盤を求めた。何年にもわたって、チェースの論説はリンチに反対し、同じアフリカ系アメリカ人の指導者であった、ブッカーティ・ワシントンが取ったアトランタ協定の立場にも反対した。それまで、リチャード・ W ・トンプソンが編集に当たっていた、カラード・アメリカンが1906年に廃刊となると、同志を支援していたブッカーティ・ワシントンは、その支援を、B ・紙に転じた。 チェースはかつて、ワシントンに反対する言論を展開していたが、資金を必要としていたこともあり、ワシントンの政治目標の多くを支持した。例えば、ワシントンは、セオドア・ルーズベルトや、ウィリアム・タフトへ、自身の影響力を行使して、ラファイエット・エム・ハーショーとフリーマン・ HM ・マレーを、公職から追い落とそうとしていたし、また1905年と1906年に、 W.E.B. デュボイスが主導したナイアガラ運動の会合にスパイを送っていた。トンプソンとチェイスは、こうした問題に関するワシントンの動きを踏まえて、なお、ワシントンを支持することを心よく思っていなかったが、ワシントンからさらに資金を引き出すことと引き換えに、彼への支持を続けていた。チェイスは、R.W. トンプソンのことを常に好んでいたわけでは、ない。年に、 トンプソンはナショナルニグロプレスアソシエーションを組織した。1910年、チェイスはこの組織を攻撃してフェイク、偽物だと呼び、BE 紙の中でトンプソンのことを新聞のない編集者と記したが、これに対してトンプソンはインディアナポリスフリーマン紙に反論を掲載し、BE 紙のことを編集者のいない新聞と呼んだ。トンプソンとチェイスは後に和解した。 トンプソンが死去した時、トンプソンとその娘は、有色人種学校の担当者でもあった、ワシントン DC 学校教育局の副局長ロスコー、コンクリング・ブルースをその職から追い落とそうとする厳しい戦いに取り組んでいたが、チェイスはこの取り組みを支援していた。1912年共和党全国大会に、大議員として派遣されたチェイスは、ウィリアム・ハワード・タフトが共和党の大統領候補として、 再度指名されるよう支援した。しかし、彼の思惑通りにはならず、南部出身の民主党の大統領候補、ウッドロー・ウィルソンが大統領に選出された。ウィルソンのホワイトハウス入りは、リディーマーたちの政策が、ワシントン DC と連邦政府にも及ぶことを示すものであり、新政権は容赦なくワシントンの行政機関をはじめ、生活や仕事の様々な場面に、 人種隔離を再導入した。これによって、チェースの新聞の高読者層の基盤は大きく、傷つけられ、新聞の財政面の混乱は続き、悪化の一途をたどった。チェースは、こうした暗淡たる潮流に対抗すべく、新たに結成された、全米国人地位工場協会と連携して、論人を張った。しかし、第二波の公民権活動家としての彼の、 活動期間は短かった。1921年1月3日、チェイスは心臓発作を起こして死去した。彼は新聞の編集室で文字通り自分のデスクに向かったまま死んでいるところを発見された。苦難の中で B ・神は観光を継続したが1年余りで廃館となった。ウィリアム・カルビン・チェイスは没後の2006年2月7日に コロンビア特別区議会の記念決議16から187によってその栄誉を称えられた。この決議では、チェイスの歴史的意義について、アフリカ系アメリカ人向けの新聞会において、フレデリック・ダグラスに続く、最初のジャーナリズムのチャンピオンたちの一人であったと述べており、また、チェイスが組織した運動によって、ダグラスが後年に住んでいた家である、シーダーヒルが、 国定史跡として保全されたことも言及されていた。チェースについての最初の学術的な伝記として、ハルエス・チェースによる、ハニー・フォー・フレンズ、スティングス・フォー・エネミーズが1973年に出版された。ペンシルベニア大学出版局から刊行された、この戦う編集者の生涯を検討した本は、PHD 論文をもとに拡充されたものである。続いて、 ワシントン DC における、チェイスの人生、仕事、立場について、詳細に論じた、マリアーネット・マクオーターの、クレイミング・ザ・シティー、アフリカン・アメリカンズ・アーバナゼーション・アンド・レジャー・イン・ワシントン、DC、1902-1954が2000年に、発表された。ありがとうございます。